ジップロックの提供で簡単もみもみアイスのご紹介です。揉むだけで簡単にお家でアイスが作れる。簡単に作れて楽しいから子供と一緒に作るのもおすすめ。暑い時期にぴったりのひんやりスイーツ。フローズンヨーグルトを作ります。ジップロックフリーザーバッグを用意しましょう。オープンタブと滑り止め加工で開けやすい。無糖ヨーグルト 300ml、 好みのジャム 100g、 砂糖大さじ2を入れ、バッグの上から手で揉んでよく混ぜます。なるべく空気を抜いてジッパーを閉めましょう。閉まったことがパチパチわかるジッパー機能付きです。平らにしてアルミトレーなどに乗せて冷凍します。続いてミルクコーヒーアイスを作ります。ジップロックフリーザーバッグにインスタントコーヒー大さじ2、お湯 50ml を入れ、バッグの上から手で揉んでコーヒーを溶かします。砂糖大さじ6を加え、バッグの上から手で揉んで砂糖を溶かしましょう。牛乳 300ml を加え、手で揉んでなじませます。なるべく空気を抜いてジッパーを閉めましょう。平らにしてアルミトレーなどに乗せて冷凍します。密封性の高いジッパーと厚手の素材で美味しさをキープします。冷凍室に入れて2時間後取り出してバッグの上から揉みほぐします。さらに2時間冷凍しましょう。全体が程よく凍ったら再度揉んでほぐします。アイスクリームディッシャーなどですくって器に盛り付けたら完成です。食材やおかずを冷凍ストックしておくと暮らしにいいことがたくさん。冷凍貯金の3つのたまる。時間がたまる。栄養がたまる。お金がたまる。冷凍貯金で検索。以上デリッシュキッチンでした。